ニューコンセプトフック、トレブルでもダブルでもないツインフックでございます。で、一番の特徴はもう甲の針、開き角度が動くんですね。で、それはどういうことかというたら、まあ、要はCバスエラーライするじゃないですか。で、トレブルダブルフックだったら、エラーライとかファイト中に針穴、フックホールが徐々に開いていくんですよね。で、エラーライの途中とかランニングの間際にポロリ行ってしまうこと多いんですけど、これ動くことによってもうついていくんで、あのマックが裂かれにくいんですよ。だからフックホール開きにくいからバレにくい。それまず一つの特徴です。で、次がトレブルに比べたら裂かないのダメージがね少ないんですよ。で、なおかつトレブルフックよりは外しやすいんですよ。2つ目のポイントです。まあ、そんな感じでね、これまでバラしてたやつが、バラさずに済むかもしれません。ただ、デベリントを言うときます。針先、ね、トレブルフックより減るんですけど、手間かかってるんですよ。トレブルフックより手が高いです。それでデメリットです。8、6、4、2はもう店並んでますね。で、ただこれもっと大きいの欲しいってお客さん多いんですけど、夏に1番と10がまたリリースされますんで、大きいサイズは夏まで待ってください。はい、皆さんおはようございます。以上、ツインフックでした。ありがとうございます。